さあ今回はですね、スペシャル企画ということで、いつもより多くのゲストに来てもらっております。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。でね、今日ね、皆さんすでにお気づきかと思うんですけど、収録上の画面がですね、若干ちょっと小さくなってるんですけども、まあ、いつもよりですね、あの配信する際ビボの方がね、ちょっと画質が若干落ちるんですけども、この辺あのご了承いただければと思っております。元がいいから、はい、多分みんな大丈夫だと思います。はい、まどかさん、あの台本通りありがとうございます。皆さん綺麗なんで失敗してませんが、はい、ではですね、早速本日のメインゲスト、いや今日は先生ですね、魚博士しょうこ先生です。よろしくお願いします。大緊張してます。そうですか。もうね、あゆみさん最初ね12時からって言うんで、もう VTR 出演かなと思ってたんですけど、いやどうしても出たい。はい、あゆみさん大丈夫ですか？大丈夫です。あのワインもちゃんとついてるんで大丈夫。あのお魚としょうこちゃんはちょっと外せないなと思って、おいつきぼりを言えたんで、うん、ありがたい。すいませんね、もう夜中感がこの半端ないですね。かなこさんは今何時ですか？今朝の6時過ぎたところです。役人ご家族まだ寝てるような感じですか？はい、あの一緒に寝てた主人を追い出しました。まどかさんは何時ですか？今7時、うん、あ、じゃあごめんなさいね、もうひょっとしてお子さんのなんか食事とか用意したくなったら言ってくださいね、皆さんね。はい、ということでね、今日はこのメンバーと一緒におしゃべりするだわーん。今回のテーマはこちらです。教えてしょうこ先生、魚の悩み解決スペシャル。今回はですね、事前に皆さんに魚に関するアンケートを実施しました。その疑問にしょうこ先生にズバッと答えてくれる企画になります。まずはあゆみさんからいきましょうか。最初の質問は何でしょうか？日持ちのするお魚というのは何かなと。やっぱり毎日お買い物行かないことが多いので、買ってからすぐに使うっていうことがちょっと難しい時もあって。なるほど。にあのこのお魚だったら大丈夫よっていうのがあって、ぜひ教えてほしいです。腐ってもタイとか、あ、なんかね、変化するしないみたいなのはちょっと気になるんで、どうですか、しょうこ先生、これは。血が多い分から腐りやすくなっていくので、うんうん、あのマグロとか赤身のお魚は腐りやすいです。あと、さっき出た腐ってもタイだったり、その白身のお魚の方が腐りにくくはなってくるんですけど、あの血合いがついてるところは、うんうん、あの腐りやすいので、切り身になってたら血合いが少ないなっていうのを選んでもらうとか、あと一番いいかなって思うのは養殖のお魚とかは、あの、うんうん、一番いいと思います。養殖のお魚は餌を管理されているので、栄養剤とか抗生物質とかが、もう含まれているので、うん、餌の中に比較的そのなんて言うんでしょう、綺麗なままというか、はい、綺麗なまま。それは何ていうの、普通加工物だと防腐剤的なのが入ってるから長持ちするっていう考え方なのか、はい、そうじゃなくて計算されたものを食べてるからなんか長持ちするっていう考え方。もしかしたらですけど、防腐剤とかも昔は使われてたかもしれない。基準とかも厳しくなったり、うん、この薬剤使っちゃダメだよとか、結構もう取り決めで結構年単位で変わったりするので、うんうんうん、はい、何、赤身と白身買ったらまず赤身の方から食べてって、はいはい、白身の方を置いときゃいいっていうことなのかな、はい、そうですね。白身でたくさん売ってるお魚っていうと、まあ、サーモンとかはそれに当たるので、サーモンは後の方に食べればいいかなって思います。うんうんうん、なるほどね。今ね、あの、うん、かなこさんが一生懸命メモしてて、まどかさんがフラットな状態だったんですが、まどかさん大丈夫ですか？気のせいですか？あ、全部脳内メモリーで。気のせいです。
気のせい脳内にメモってたんだよね今ねきっとね。まどかさん多分関係ないと思ってると思う。早くも人事みたいな。うん、なんかさ自動車教習所にしぶしぶ通ってる人みたいになってたんだけど気のせいですか。大丈夫かなと思ってなんか目が若干上の空になってたんだけど。気のせいです。気のせいですよね。そうですよね、うん、真剣な時のまどかさんちょっと若干上の空になってるって。そうですよね。まあ、あゆさんでもどうですか今のしょこちゃんの解説、うん、あすごいあの勉強になりました、ね、あのよくマグロとかあのスーパーで見てもちょっとなんか色があの気持ち悪い色になってたりとかそういうの見かけるんでなるほどって感じで。あとねその生食で言うとよく牡蠣とか生食用と鍋用みたいなので売ってるんですけど、うんうんうん、生食用はなんかなんていうのか消毒してんのかなとか思うんです、はい、あれはどういうこと。一定時間きれいなお水につけるかその基準があって、ああそういうでそのはい含まれている菌が基準値を下回るなんかまあ水かその牡蠣のその成分を調べて、うんうんうんはい、この基準満たしてればクリアで出荷できるとか、うん、ある程度その、まあ、消毒されてるって考えるのが一番いい、はいはい、私は加熱用がやっぱ美味しいと思ってるのでそのまま加熱用でも生で食べちゃうってこと。あいえあの加熱用は加熱でもちろん加熱用は加熱用で食べるけど加熱用が純粋に牡蠣として美味しい、はいはい、美味しいだってまあ、どうしても生で食べたいんだったらその生食用を買わなきゃいけないですけど、あの普通に加熱料理なんか鍋に入れたいとかあのフライにしたいとか言うんだったらもう加熱用絶対買った方がいいです。消毒しちゃったりするとあのやっぱその水循環させたりとか、はい、あるんでまあ、旨味成分抜けちゃうんで、うん、なるほど。いや勉強になるな。おすすめは加熱用。カラムさんどうですか。いや、まあ、私だったら鍋にする牡蠣も生食買っちゃってたからちょっと生で食べてみたいな感じ。なるほど。なんか加熱の方が生食で買っとけば生でもいけるし加熱しても OK だからって思うけど、うん、そうじゃない方がいいってことだね。そうなるほど。素晴らしいコメントでしたね今、うん、はいありがとうございます。では続いてかなこさんあなたの魚に関する悩み教えてください。初めて出会ったこう異国の魚で料理法がわからないときに失敗しない王道の味付けの仕方、はいはいはい、これはね皆さんあるんじゃないですかね。先生いかがですかこれは。これは非常に難しいです、うん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 、かなこさんの、 あの今までのお話の中でそのタイで買ったお魚はちょっと臭いみたいなその川魚系のお魚でちょっと臭いんだっていうお話があったのでちょっとその話を踏まえると香りの強めの調理法とか味の濃いめの調理法をしとくと、うんまあ、食べやすくはなるかなと思います。例えばごま油入れちゃうとか、うん、ごま油とやパクチーとかであえて食べるとか、まあ、香りっていう感じですけどなんかもうその香りのある調理法をするとかあとはそのまどかさん大好きなあのうなぎのかば焼きのタレ使って、うん、照り焼きみたいな感じにしちゃったりとかかば焼きみたいなその香りを楽しんで、うん、その焼き目つけて焦げ目つけて香り楽しみつつ香ばしさも楽しめるっていうあの調理法にするとその魚臭さはまあまあまだちょっとそれが最初には来ないかなっていう。私今翔子ちゃんが言っててうなぎより多分私うなぎのタレが好きなんだなっていう気がつきました。タレにそう、うん、ご飯のタレがあればそう、うん、そういいから、うんうん、うなぎのタレがいいんだ。今日何も魚が手に入らないときに私アボカドと、うん、あとうなぎのタレと酢飯食べるときある。すごいね。なんだ、すでに実践してる人がここにいたよ。あの、寿司ロールって言ってさ、うなぎとアボカドっていつもセットなんだよね、海外行くと。で、そう。で、アボカドって、ああ、寿司によく、そう、あるなと思った。うん、美味しい。
し、変なお魚より美味しい。ありますか、食べたこと。うん、あのこっちでもよくありますよ。でもあの変な臭いお魚より全然美味しいですね。うん、ああ、なるほど。わさびとお醤油と合うし。あとね、塩焼き、まあ、バーッとかけるのがいいのか、塗り込むのがいいのかっていうのもあると思うんですけど。そうですね。塩の役目が、臭みを含む水分を取り除いたりする役割とかがあるので、臭みを取りたいんだったら、しっかり塗り込んだりとか、まあ、十分そのパラパラ振るだけでも、その臭み取りだったら水分は十分出てきますし、あとは、焼き魚で、ヒレをきれいに見せたいときは、そのヒレにしっかり塩をあのつけて立たせるときれいに焼けますね。ちょっとしたトップがあるんだ、はい、そこに。あと、ちょっと前もってお塩しといた方がいいのか、それとも寸前でいいのか。お確かに。いい質問だな、うん臭みを取りたいっていう目的があるんだったら、ちょっと前から塩振っといて、浮いてきた水分をキッチンペーパーとかでとかティッシュで拭いて取り除いてから焼くといいかもしれないです。ちょっとね、かのこさんから実際の売り場のお写真をお借りしたのでね、こちらも見ていただきましょうか。これすごいでかい。でかいよね。これ何なんだろう。鮭ですかそれ。これ多分ナマズ系。ナマズ、うん、これかのこさんご近所のスーパーとかなんですよね、これ。そうです。あの近所のローカルスーパーです。氷にまみれてて顔とか体の全体を見る、パッと見ることはできなくて。すごいよね、これ。これすごい。まどかさん、シンガポールもこんな感じだったりするんですか？うん、スーパーはこんな感じで、うん、なんかよくおばちゃんたちがこうやって手でこうやって静かにしてこうやって見てたりして、うん、でこれ水道とかあるよね。あの多分手洗える水道があるんだけど、そこで触った魚、そうそう、あの綺麗に手をするために洗ってたり。ちょっと衝撃なだったんですけど、これ衝撃なんだろう。料理でいうと漬けとかね、いろいろあると思うんですけど、まどかさんとかどうですか、漬けとか今度チャレンジしてみたら。漬け、うん、魚をちょっと買えないっすよ。家ではちょっと魚は本当料理したことがなくて、うん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 、なんだっけ、ぬか味噌 に入れてみようかな。うん。何でもかんでもぬか味噌につけときゃなんとかなっちゃねえかって。新しい食べ物生まれそうだけどな。でね、実際ちょっとかなこさんに気になる魚のお写真も送ってもらったんで、そちら見てみましょうか。さあ、しょうこちゃんが知らないやつが出てくるか。これはわかりますよね、まどかさん。マナガツオ。お、この間しょうこちゃんに教えてもらったんで、マナガツオの由来とか教えてあげたらいいんじゃないですか。なんだっけ。あれ忘れちゃった。言ってたっけ。大通りのリアクションで嬉しいな。あゆみさんは覚えてますよね。あのどっかの地方でカツオが取れないからこれを取ってて、でそれで代わりにマナガツオっていう名前にしたみたいな、そんな感じじゃないか。素晴らしい。翔子先生どうでしょうか今ので。はい、マネガツオ、マネカツオっていうのからマナガツオにその言葉が変わってったっていう。カツオ食べたいけどカツオを取れない瀬戸内海地方の人たちが、カツオの代わりに真似てカツオ、マナガツオに変化したっていう話なんですよね。はい、まあその俗説ある、いろいろある中の、うんうんうん、はい、有力候補って感じなんですか、ね、はいはいはい。まどかさん思い出しました。お、思い出す、初耳みたいな顔してるじゃないですか。あの、はい、少しになりましたよ。でも手のひらサイズっていうのはちょっとびっくりですけど、あんま見ないの、手のサイズは。で前紹介してくれた時は塩焼きと、あの漬け魚ですね、あの、うん、西京焼きとか幽庵焼きとかしました。ああ、そうか、幽庵焼きか。2キロか3キロかそれぐらいのやつ、まな板にも乗らなくて乗らないぐらいのね、飛び出てるみたいなやつ。
あの骨がすごくあの身から離れやすいお魚なんで、あの、うん、その手のひらサイズだったらもう私いっぱい買って塩焼きいっぱい作りたいと思いました。では続いてこちらの写真、ボラですね。うん、なかなかね、名前聞くけど日本だと見たことないんだけど密集してますね、ギュッて。カラコさん的にもうこれ気になって、もういっぱい日常的なんでしょうね、きっとね。この写真はちょっと高級デパートでの魚売り場で撮ったものなんですけど、うん、どうして食べるんだろうなみたいな、うんうんうん、ボラっていうと臭みが強いイメージがすごいあるんだけど、これ、はい、ちょこちょこどうしたらいいんですか、これとか。そのなんで臭いかっていうと、泥の中にいる有機物を食べて過ごしてるんですよ。なんでその日本全国にいてボラは本当にもうどこにでもいるお魚なんですけど、うんうん、東京とか大阪とかその都心部でなんで見ないかっていうと、その近くで取れるボラは泥を食べてるからもう臭すぎるんですよ。臭すぎるんだ。売り物にならないっていう。でもね、タイだともうわっさわっさいたってことはなんかやっぱ違うってことですか。日本でもそうなんですけど、その綺麗な川とかであの生活してるボラはめちゃくちゃ美味しいって聞く、うん、私食べたことないんですけど、とても美味しいって聞くので、そのタイでもあの綺麗なところで取れたボラを取ってきてるんだと思います。料理としては煮物とかなんかそういうのがいいのかな。刺身って食べると美味しいって聞いたことがありますけど、あの昨日ちょうどあのご飯食べに行ったんですけどあの主人がボラグレイムレットをあの注文して、うん、あのなんかモロッコ風のいろんなスパイスで味付けされてすごい美味しかった。あ、そうですか。うん、だからちょっとまあ臭みが若干あるお魚やから、うんうんうん、そうやってスパイスを入れてたのかもしれないけれども、ムニエル的な感じで。ムニエル的な感じなんですか。ねえ、ちょっとかなこさんなんか役に立ちましたか、今の情報で。かなり役に立った。とりあえず焼いてみたらいいのかなと思って。とりあえずね、塩焼きからスタートして塩焼きから、うん。はい、ありがとうございました。では続いてですね、あきこさんからもですね質問の動画いただいているので、こちら見てください。こんにちは、あきこです。今日は収録に行けなくてごめんなさい、残念ですがちょっと時間が合わなかったものでお詫びに、今日もまた皆さん飽きたかもしれませんがお魚の顔やります。お楽しみいただけましたでしょうか。本日はマーメイドバージョンで特別にお送りいたしました。半魚人じゃないですよ、マーメイドです。私の質問はですね、骨まで美味しく食べられる魚ってありますか。それとその調理法も知りたいです。教えて翔子先生。翔子先生いかがですか、この悩みは。骨が小さかったりあんま硬くないお魚が食べやすいですね。圧力かけて食べちゃうか、それかまあ油で揚げると一番食べやすいかなって思います。例えば居酒屋で水槽で泳いでるアジを食べます、で身食べた後の骨をあの揚げてくださいって言ったら揚げてくれるところあると思うんですけど、そしたら全部食べれますよね、もう 頭以外全部食べれるみたいな、うん、はい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 、はい、あとは缶詰とかがすごい手っ取り早くて、はい、骨ごと食べれるし、カルシウムもたっぷり取れるかなって思います。あとハタハタとかもね、骨が柔らかくてね、全部いけちゃう感じ。はい、私の勝手なイメージで、ちりめんじゃこがカルシウム多いって思ってたんですけど、うん、実はなんか調べてみると実際そうでもなくて、うん、もっとたくさんいっぱいあるお魚あって。それは魚の骨を食べるんじゃなくて身を食べるだけでカルシウムが豊富ということ。骨まで食べれるお魚がやっぱ上位でした、うん、っていうのもなんかワカサギとかが多くて、はい、ワカサギってそのまま天ぷらにして頭とか骨とか全部食べたりするなと思って、うん、シシャモとか、うん、はい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 、
まあやっぱその全部食べれるお魚がやっぱカルシウムの含有量多いんだなって、まあ、調べながらに思ったっていう、この図が。あゆ、うなぎも結構いい。もうな、なんかあれだな、まどかさん知らず知らずになんかいいことをやってますね、抑えてますね、うん、これ面白いなと思ったのが、基本的に全部その骨だったり殻、干しエビとかだったら殻だったりとかそのまま食べるものが多い中、うなぎのかば焼きって、うん、うなぎの骨取り除いてるのに、ね、カルシウムが多いんですよ。だからこれ面白いんですね。だからうなぎってすごい、先生いよいよ、ね、いるとこ違うな。あ、なるほど。食べやすいのはやっぱちりめんじゃこですよね、もうそのまま。確かにね、手間も考えたらね、はい、気軽に合わせやすいもんね。ちりめんじゃこってあれ稚魚ってことなんですか？いい質問ですね。やりましたよ。いい質問やりましたね、まどかさん。ちりめんじゃこが何かっていうのは、カタクチイワシの稚魚がちりめんじゃこって言われてます。イワシ全部でしょって結構そのみんな思われてる方が多いんですけど、カタクチイワシが多ければ多いほどいいものとされます、ちりめんじゃことして。それはなんでかっていうと、油分が多いとそのちりめんじゃこの質が落ちやすいんですけども、カタクチイワシが一番その油分が少なくて、ちりめんじゃこの保存というか、そのいつまでも綺麗な状態になりやすい。で、マイワシとかも、入ってくることは全然あるんですけども、マイワシがそのたくさんあると、油成分が多くなって、まあ、黄色くなりやすかったりとか、見た目に悪かったりとか、ちょっと油臭さが出てきてしまったり、保存する中であるので、カタクチイワシが多い方が高級品です。いや、勉強になるな。すごい勉強になった。うん、よく知ってる。はい、ありがとうございます。